動く錦絵と言われた第38代横綱照国。照国万蔵、本名大野万蔵、大正8年秋田県御徒町に生まれる。昭和8年伊勢ヶ浜部屋に入門。足腰の柔らかいね、細かったけれど腰のいいね、柔らかい人ですね。はたかれても頭がついても手つかんような人ですよね。頭がついても手つかない、手つかない、面白い表現ですね。仕切ってる時でもお腹がつくような格好でしょ。 あれほど低くなって仕切るということ、よほどこの膝が丈夫じゃないとあの格好では仕切れない。意識して頭を下げてはたかすんでしょ、うん、はたいて懐入れてくれたら前を取るんでしょ、うん、これはね、あの下の時から変わりません。それでね、あの太ったのが3段目ぐらいですからね、2年ぐらい経ってからですかね。昭和12、3年頃ですね。そうですね、その頃にね、5月場所を進んで、この朝鮮満州をこう回ってきますわね、帰ってくるまでに約40キロ、約40キロ太ってしまって、半年の間に、ちょっと考えられないよね。とにかくもこ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 と風船に空気入れるようにさ、太ってきちゃうんですよね。苦しい思いして稽古してきてですよ、それでいて太ったんだからね。14年夏場所、照国は20歳4ヶ月で新入幕を果たす。当時の記録である。初日最終デーの後を受けまして、今日は2日目、今年の春は15年春、前頭2枚目に躍進した照国は横綱大関に初挑戦。テルクに8勝1敗の素晴らしい押し、その予選を勝って皆の川にどう立ち向かうか。立ち上がりました、皆の川テルクに。立ち上がりました、西伊豆島、東照国。決まりでは寄り切り。入幕以来5場所連続2桁の勝ち星。16年夏場所後、大関に昇進した。17年春、照国新大関の場所。東の新大関照国、五尺六寸33丸800、4日間の押しは3勝1敗。西の前頭10枚目増井山、五尺7寸26貫、4日間の星は2勝2敗であります。照国の勝ちであります。東の新大関照国、五尺六寸五分33丸800、8日間の星は7勝1敗であります。西の前頭5枚目豊島、五尺五寸29巻、8日間の星は5勝3敗であります。
この場所12勝3敗の好成績を残した。17年夏場所14日目、照国は初めて横綱双葉山に挑戦。西の大関照国、古福堂々、大手から攻め立て正々の陣を張る照国であります。東の横綱双葉山、いかなる標的といえどもまともに引きつけて機会をつかむや猛然進む双葉山であります。照国は横綱双葉山と5回の対戦で3勝2敗の記録を残している。通算成績で双葉山に勝ち越した力士は照国ただ一人である。17年夏場所、照国は13勝2敗の好成績を挙げ、大関2場所で早くも横綱に推挙された。23歳4ヶ月、当時の最年少横綱であった。昭和18年夏場所後、照国秋の海一行は皇軍慰問のため大陸巡業へと旅立った。北京、上海、あっちの方が巡業で、5月に回りますと12月まで帰ってこないんですよ。横綱は例えば手紙が来るとかハガキが来るとかっていうお便りはありました？あります。その手紙大好きな方、人なんですよ、うん、手紙毎日、それも速達なんですよでその返事は忙しいから書けませんでしょ、うん、あとその前の何の返事がまだ来てないっていう催促の手紙が来るんですよ。とにかく毎日来るんです。でどんなことが書いてあるんですか？どうってやはり子供のこと、とかやはり私と子供だけで留守番しておりますんでね、その間のことがやっぱり心配なんでしょうね。戦中戦後、怪我と病気で不本意な土俵が続いた照国、復活をかけた25年秋、大阪阿倍野の仮設国技館。東富士は11勝3敗、照国12勝2敗、立ち上がった、もろ差しになった照国だ、照国がぶっております、一気に出ます、寄り切り、照国の勝ち、決定戦、吉羽山さん、照国、差して争いだ、吉羽突っ張ります、吉羽右の手は取れない、照国下から当てがいます、重心の低い照国、手をつになりました、土俵上手をつ、関脇の吉羽山、横綱の照国、初優勝をかけて横綱照国。照国飛び込むか、左の前みつを取った、振り下がった、照国左を刺した、近く刺した、照国左打ちになった、右手をつける、右手をつける、照国釣った、照国釣ります、釣り寄りだ、寄って寄った、寄り倒し、照国優勝。13勝2敗、横綱昇進以来8年目の初優勝、見事な復活であった。終戦から6年、相撲人気が戻ってきた昭和26年春。
年春場所千秋楽、吉羽山が敗れて1敗力士がいなくなりました。14戦全勝の照国、優勝が決まっています。対するは横綱東富士、10勝4敗照国、全勝優勝を飾りたい一番。時間いっぱい土俵上、もろ差しになった照国、一気に出ます、寄り切り、照国の勝ち、照国全勝優勝なる。15戦全勝、2場所連続の優勝であった。この時照国32歳。横綱として連覇を果たして2年後、昭和28年春場所、照国は引退した。第38代横綱照国、動く錦へと歌われた美しい土俵姿は今も高角化の記憶の中にある。